はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、無権代理人の責任について解説いたします。民法117条の内容です。このあたりちょっとですね、整理をしないと分かりづらい内容なので、原則からお話しして、その後例外という流れで解説をしていきます。で、まず条文ですね。条文には、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対し、履行または損害賠償の責任を負う、というふうに規定されているんですね。これちょっと一つずつ見ていきたいんですけども、まず他人の代理人として契約をした者なので、まあ代理人ですよね。まあ代理人って考えてもらって大丈夫です。代理人は自分の代理権を証明した時を除いてこういった責任を負うっていうことなので、自分の代理権を証明すれば責任を負わなくてもいいっていう話ですよね。自分の代理権を証明した時っていうのは普通の代理人ですよ。委任状ありますよとかって見せた場合ですよね。で、そしてここに書いてあるのは、これを除いてって書いてあるわけですよね。つまり、自分の代理権を証明できなかった場合の話をしてるんです。自分の代理権を証明できないってことは、無権代理人だって話なんですよね。だから、無権代理人の場合は、相手方に対して責任を負わなければいけないという内容なんですね。ただ、本人の追認を得たときは、これ除きって書いてあるわけだから、このときは責任を負わなくてもいい。という話なんです。つまり無権代理人として契約をしたとしても、本人がそれを追認してくれたというのであれば、相手方は何ら不利益生じてませんよね。例えば本人が土地持っていました、 A さん代理権がないにもかかわらず売りましたと、売買契約を締結した。で、これ無権代理人なので代理権持っていないわけですよ。代理権持っていないにもかかわらず勝手に本人のこの土地を売買契約してしまったって話ですよね。でも本人はそれいいですよと、この売買契約 OK ですと認めたというのであれば、相手方全然不利益生じてないわけですよね。なのでこの場合は無権代理人 A さんっていうのは責任を負わなくてもいいよっていうのがこの2番の内容なんです。で、1番の内容っていうのは、この A さんが代理権を証明した場合だから、まあ無権代理人ではないですね。まあ通常の代理人ですよ。だから責任を負わなくてもいいのは当然ですよね。だから1番と2番の場合は責任を負わなくてもいいという内容で、1番2番を除いた場合、つまり本人の追認をもらえなかった無権代理人ということですね。この無権代理人は相手方の選択に従って履行責任だったり損害賠償責任を負うよっていう話です。で、これ相手方の選択に従いということなので、相手方は無権代理人に対して履行請求する、もしくは損害賠償請求をする。どちらか一方を選択して請求してくださいよと、まあ、いう話です。どっちも請求することはできないっていう内容なんですね。で、履行請求って何かっていうと、今の内容、今の具体例で言うと、この土地を引き渡してくださいっていうふうに請求すること。これが履行請求です。つまり、契約をしたら、契約に伴って義務が発生しますよね。土地の売買契約をしたのであれば、売り主側っていうのは土地を引き渡す義務がある。それを履行してくださいと請求するっていう話だから、土地を引き渡してくださいよというふうに請求することが履行請求ですね。で、続いて例外です。これ今話したのは原則なんですね。原則、無権代理人は本人の追認を得ることができなかった場合は、履行責任だったり損害賠償責任を負うよって話を原則でしました。ただし例外として、1、2、3、どれかに該当する場合は、A さん、無権代理人 A さんっていうのは責任負わなくても大丈夫です。それはどういった場合か。まず一つ目。A が代理権を有していないことを相手方が知っていた場合。つまり、この相手方が、この A さん、今無権代理人ですよね。代理権持っていない。これを、この相手方が知っていたっていう場合です。知っていたのであれば、相手方を保護する必要性って少ないですよね。無権代理人と知っていて契約しているわけだから、相手方を保護する必要性は少ない。ということで、相手方は無権代理人に対して責任追及することはできませんよ。っていう話です。つまり、履行請求だったりとか、損害賠償請求をすることはできないよ。っていうのが一番の内容です。で、二つ目です。二つ目っていうのは、A が代理権を有していないことを、
相手方が過失によって知らなかった場合、つまり相手方が有過失だった場合、有過失っていうのは善意、有過失と同じ意味です。知らなかったっていうのは善意ですよね。で、過失がある。過失によって知らなかった。過失はあるわけだから有過失。なので、まあ、善意、有過失でもいいですし、有過失でもいいです。相手方が有過失だった場合ってことは、A さん、代理権持っていないことを知らなかった。でも、それに対して落ち度があったっていう場合なんですよ。つまり、相手方は落ち度があったわけだから、これは責任追及できなくても仕方がないかなっていう感じなんですよね。知らなかったとしても落ち度があるんだから、まあ、責任追及することまではできませんよ。ただし、A が事故に代理権がないことを知っていたとき、つまり、これは、A さんが自分自身代理権ないってことを知りながら代理行為を行った場合なんですよ。これって悪質ですよね。自分自身が代理権持っていないってことを知りながら代理行為を行うわけですよ。これ悪質ですよね。そんな人を保護する必要ないじゃないですか。この場合は相手方ちょっと落ち度があったとしてももう A さんの方が悪いわけだから、この場合は責任追及できますよと、まあ、言った内容が正し書きの部分なんですね。つまり、相手方が有過失だったとしても、A が悪意だった場合、自分自身代理権がないことを知っていたというのであれば、A さんの方が悪いから、相手方は A さんに対して責任追及することができるよっていう内容です。で、3番ですね。3番。これは、無権代理人 A が制限行為能力者だった場合、まあ、この場合は、相手方、制限行為能力者に対して責任追及するっていうのは、これ制限行為能力者 A さん、酷ですよね。かわいそうですよね。なので、まあ、この場合は仕方がないでしょうと。制限行為能力者、保護してあげましょう。ということで、相手方は責任追及できませんよと。無権代理人に対して責任追及はできませんよ。っていった内容となっております。ここはきっちり原則と例外。これつなげて頭に入れてください。で、個別指導ではこの内容については表にして解説しておりますので、もし自分自身で整理するの難しいなって方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。